こんにちは、丹野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、ね、やっぱりこう通販でね、ネットで簡単に作れるんで、まあこれで注文したらいいじゃないかっていうふうにね、思われている方もおられると思います。まあ実際ですね、通販で、ネットの中でですね、注文できるっていうのもたくさんありますし、ね、うまいこといけば安くできるパターンも多いですよね。ところが、まあ、我々のような別注品を扱うような、メーカーさんにしてみたら、なかなかね、これがまた難しくって、まあ、1回の入稿でボンといただいてこれで終わりみたいな形では、我々のようなオリジナル屋さんでは作れないのがほとんどなんですね。まあ、その字の大きさであったりとか、字のその出てくる雰囲気であったりとか、まあ、色使いであったりとか、まあ、いろんなものがですね、やっぱりこうお電話で打ち合わせしたりとか、メールで何回もこうやり取りをして初めて決めていくという感じのがやっぱり多いです。で、ね、既製品のものでこれをください、ね、こちらの商品をくださいっていうのでしたらね、簡単にお渡しすることができるのが、やっぱり一から作るオリジナルですので、せっかく出来上がったものね、残念なことになってほしくないので、やっぱり吟味をしてっていうか、こう打ち合わせをしてですね、お互いこう納得いく形でですね、お客さんが納得いく形で、作るっていうのが一番いい方法やと思いますので、まずはですね、お問い合わせいただいて、で我々の方からまたお電話なりメールなりファックスなりさせていただきますので、そこでですね、何回かこのやり取りをするっていう、そういった形で進めてまいりますので、できるだけね、こう時間の余裕っていうのをいただくのが間違いない方法ですので、その辺ですね、考えてお電話してみてください。よろしくお願いいたします。